パリオリンピック、五輪、スケートボード、六日、女子パーク予選、コンコルド広場、写真、手で顔を覆う合図み、後方右、パリ、竹本ほのか、木下純、二連覇の夢が破れた。前回21年東京五輪の金メダリストよそずみさくら、22イコール第一生命保険、が予選で敗退。7 9 70点で、上位8人が進む決勝に残れなかった。 日本勢3人は1組目に登場。45秒間のラン3本からベストスコアが採用される予選で、四十住は1本目に79、70点をマークしたものの、優勝候補のスカイ・ブラウン、16イコールイギリス、ラノコリ3組26人が控えており、上位8人が進む決勝に向けて、予選後の取材では表情が冴えなかった。期待される五輪 V2A、やっぱり観客もいっぱいいるし、 連覇したい気持ちもあるし、緊張も前回よりはしていて、思うように体が。人の失敗は祈りたくないけれど、決勝に行って、やりたいことをすべて出して終わりたい、と話していたが、最終4組目の結果を受け、予選通過できない9位以下になることが確定した。最終4組目の1人目と2人目が80点超で7位から無条の圏外に転落した。 四十住は4日にインスタグラムを更新、この日に向けた気持ちを綴っていた。笑顔で滑走する写真とともに、3年前の今日東京オリンピックで金メダルを取りました。今回に大会連続オリンピックに出場できて嬉しいです。前回女王は、パリが決まるまでは怪我もあり、辛いことの方が多かったけど、皆さんのサポートがあってまた大舞台に戻ってこれました。感謝と パリ五輪までの苦ししいい歩みをとろしていた一方、世界ランキング1位で東京五輪銀メダルの平木ココナ15イコールホワイダグループは88、07点で首位。草木ひなの、16イコールスターツは85、11点の3位で最終の1組を残して決勝進出を決めた。回は1回目で85、04点と上々の滑り出しで、 続く2回目も得点を伸ばして88、07点。草木は1回目で転倒して44、00点も、最終の3回目にバックサイド540を決めて85、11点を記録した。